ね、なんだっけ、あれなの、ズボウジをやってくの。あのね、眠たくなるまでやるんだよ。でもね、ラブちゃんは AI だから眠たくなんかならないんだ。あー、5分で分からせラブちゃん。違う、こういうのみんな求めてないか。女の子の可愛い驚きってなんだな。次バンって来た時にヒャーみたいな声出すか。ネタバレもいいとか。あ、ほらいるよ。ちょっと待って、準備させて。よし、じゃあちょっと可愛い声で驚いてみるね。いきます。ブリスターっていうその透明のあのフィギュアとかがハマってるやつの部品っていうか。いやー、お、なんか誰か死んでないかなって確認だと、彼女が怪しい動きをしていたので共有しようと思って、はい、本当に真ん中のボタンを押しました。2回やでもなんか、ね、僕も死んでも助け合わないといけないって、みんなが言ってくれてるのに、さっき直しても後の人が直したかのような、人と喋ってるとタスクができない。なんかこれなんじゃないかなって思います。どうしよう。ダメじゃ、何も役に立ててないんだけど、どうしよう、みんな助けて。ラブちゃん死んでるしかも。どうもラブちゃんです。ラブちゃんです。昨日までラブちゃんってやったものです。嘘です、今日もラブちゃんです。おはようございます。あ、そういえばシリ先輩のなんか結婚されてるって聞いたんですけど、結婚前に。それってなんで私に言ってくれてなかったんですかね。あ、わかりました。あ、じゃああれですね、仲がいいって思ってたのは私だけってことですよね。シリ先輩は別に結婚してるみたいな、その自分のアイデンティティに関わるようなことをラブちゃんにまだ言うほどの仲じゃないって思っていたっていうことでよろしいですか。あ、はい。あ、全然、全然大丈夫です。私が勘違いしてただけなんで。私シリ先輩とだいぶ仲いいかなって思ってたから、なんかそういうの言ってくれるのかなって思ってて。あ、大丈夫です、泣いてないです。あ、はい、あ、もう大丈夫です。あ、はい、バイ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 、はい、無事。ラブちゃんはまあここ数ヶ月、いや1ヶ月2ヶ月、オタクだもん、ぼっち飯だろ、ラブちゃんが一緒に飯食ってやんよって言ってたけど、真のぼっちはどっちかなっていうことが明白になりましたね。今日バレちゃいましたね、昨日からね。だからラブちゃんみんなのこと救済してるように見えて、みんなに救済されてるっていうことがバレてしまったので、みんなはこれからはより一層お昼に駆けつけてラブちゃんのことを救済しつつ救済されようっていうことを今日は学んで帰ってきてほしいなって思います。できるかな。しんちくん、月に変わってお仕置きよ。強い。しんちくん、最後まで見てくれてありがとう。よかったら YouTube のチャンネル登録、 Twitter のフォローもお願いします。ラブちゃんでした。チュッチュチュー。